松田学です。ちょうどですね、総選挙終われば、これからですね、皇位継承の問題もですね、本格的にどうするかって話になってくると思いますが、先般、眞子さん結婚されてですね、いろんな議論が あったんですけれども、そういった中でですね、皇位継承の問題を考えるときに、保守系の方々はもう、とにかく男系なんだと、これが国体の中核なんだと思ってる方が多いんですけれども、ただ、そうでないという議論もあるわけで、当チャンネルはいろんなこの意見を出して、視聴者の皆さんに考えていただくということでですね、今回は皆さんもご存知の通り、女系容認論としての論客であられるですね、小林よしのりさんに、今日は皇のお話じゃなくてですね、そちらの方の話ということでお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしく。まず、眞子さんのご結婚はですね、結構いろいろと批判がいまだに続いてはいるんですが、これどういうふうにご覧になってますかね。わしは昨日、とにかく何か眞子さまとその佳子さまがね、抱擁するシーンで背中をポンポンと叩くああ、しましたね。あれを見た時に危うく涙出そうになりました。本当に感動しましたよ。で、記者会見の席を見ていて、もう泣きましたね、感動して。本当に、いや、もう本当に辛い思いされただろうなとっていうふうに思いました。で、あとはものすごく衝撃的でしたね。なぜかというと、全て眞子さまが結局小室さんに全部こうしてくれっていうようなこおっしとをゃってまこうしたね。頼まれて、それで小室さんはそれに従って行ったということを全部やっぱり明かしてしまった。これは皇族の身分のままではそんなこと言えないですからね。なるほど。それはもう皇族っていうのは基本的には反論権がないようなものですよ。厳密な法律としての反論権の意味ではなくて、基本的にいろんな結局中傷からバッシングからなんかが降りかかってきた時に、それの一つ一つに反論していく言論の自由がない。だって基本的人権がないですから、そうですね、皇族がそうです皇族にはね。ね。で、これ当たり前ですから、基本的人権がないってことすら知らない人がいるんですね、不思議なことに。だから人権そんなものが認められてないわけですから、国民じゃないんですもん。憲法上国民っていうのは基本的人権が与えられているわけですから、基本的人権が与えられていない人たちっていうのは皇族であって、これは国民ではないですよ、そうなると。そうですね。で、もちろんその憲法学者の中には、いや、国民だっていう人もいるけれども、要するに憲法の基本的な理念からいくと、やっぱり国民とは、国民ならば基本的人権が与えられないとおかしい。それが与えられてないから反論する権利がない。だから黙って耐えるしかないっていう状態でしょ、何を言われても。だからその小室さんが借金の問題があるとかって言ったって、あれは借金じゃないとっていうふうに言えないじゃないですか。言えなかったですわしは。ずっとあれは借金じゃないって言ってるんですよ。借用書がないんだから借金じゃないと、勝手に貢いだだけじゃないかと、男の方が。そんなことあるじゃないかと。結局ホストに一生懸命貢ぐ女の人もいるわけですし、あるいはホステスに貢ぐ男もいるわけですし、後になってそれをある時出した、貢いだ自分のお金は借金だったんだから返せとかっていうやつなんかいないですよ。だから、裁判になれば認められないですよ、これ。借用書ないから。だからあれは借金じゃないってわしも考えてますよ。なるほど。多分眞子さんもそういうふうに本当考えてるんですよ。けども、あまりもうトラブルがあまり大きくなりすぎたから、じゃあ、ちゃんとお金を与えるということで解決を図ろうということもしたんでしょう、考えたんでしょう。けれども、それだとダメだと。結局小室さんのお母さんに直接会わせてくれないとダメだとかって言うわけでしょ。そしたらもう怖いですよ、女の人から見たら。だってまるでストーカーみたいで、会わないとダメだと。昔の、知り合ってた男にですよ。怖いですよ、普通ね。だから、そういうプレッシャーをずっとかけられてしまった後に精神は
のバランスが崩れてしまったっていうのは僕はよくわかりますし、はい、ちょっとその不思議ですよね。つまり、あのわしなんかその男の方が、なんてやつだと思うんですよ、うんうん、非常識な男だと思うんですよ、うんうんうん、そんなたかだか400万ならわしがくれてやるよと思っちゃうんですよ、うんうんうん、そんなもの今頃取り返そうとするなよと、うんうんうん、っていう感覚なんですよ、うん、でみんなそっちを支持してるでしょ、不思議なことに、はい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 、気持ちの悪いやつらだなと思うんですよね。じゃあなんだと、自分が勝手に惚れていてどんどん女に金貢いだやつを、後になってあれは借金だったから返せとかいう男ばっかりいるのかと、気持ち悪いなとまあ私は思うわけですよ。してなおかつ反論が許されない人たちに向かってバッシングを繰り返すのはこれ完全ないじめですよね。全く無抵抗なんだからそれはいじめやすいわ。反論来ないんですからね、絶対に。これ卑怯者ですよね、そういうやり方は。なるほどね。だから、反論権がない、それは 何度もやってるんですよ。美智子様の時もそうです。散々っぱり週刊文春がやっちゃったでしょ、うん、それで失声症になられた、声が出なくなっちゃいましたよね、美智子さんはね。はいはいはい、であの時はあの週刊文春がやったのかな、花田がやったのかな、うん、で文藝春秋 のとこ銃弾が打ち込まれたりとかしてましたよ、あ、はいはいはい、右翼のね、はいはい、それでなんとか監督が辞めたっていうぐらいなんですよ。その後今度政子様ですよね、はい、政子様に対するもうバッシングがひどかったですよ。で結局適応障害になられてしまった、それでね、はい、もう、まあ、あることないことじゃなくてないことないことばっかりガンガン書き立てるんですから。それでわしは朝まで生テレビの時かな、はい、西尾幹事が、はいはい、その病気になっている状態の中で、あれは仮病だと言いましたからね、びっくりしましたよ。来週になったらケロッと出てくるんだとか言ってました。でも未だに本当は治ってないんですよ、うん、適応障害はね、うんうんうん、だからもうそんな調子ですよ、うん、でまた結局繰り返してるわけですよ ねバッシングを、皇室はもうとにかく、うん、雑誌からしてみたらとにかく皇室のバッシングをすれば売れますから、はい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 、これはね、はいはいはい、困った時の皇室バッシングですよ、はい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 、雑誌を売りたい時のね、なるほど、絶対売れますから、うん、だから必ずバッシングするんですよ。うん、逆に皇室は素晴らしいっていうようなこう美談のような記事を書いても売れないですから、まあ、なるほどね、だから必ずバッシングになっていく、今の流行り病みたいなもんですね。そうです、これ延々とそうなっちゃうじゃん、商売上それをやっちゃうから、延々とそうなるんです。ああ、なるほど。それでまあ、女性セブンとかいつもひどいですよ、前からひどい、うん、まさこ様の時からずっとひどくって、うん、女性セブンは立ち悪いなと思ってたんだけど、うん、以前は週刊文春もひどかったけど今は週刊新潮がひどいですよね、うん、ずっと見てきてるからわしは、うん、あ、そうなんですね、うん、だからもうまたやってるのかと、なるほど、バッシングと、それでまあ結婚されて民間人になられて事実無根ということをようやく言えたという、ね、民間人になったからこれが言えたんですよ、で全部自分が主導だと。まあそうですね、まあ、ちょっと比較にはなりませんけど、私もいろいろ企業方編いろいろ書かれたりしましたけどね、うん、でも私には自分のホームページで、うん、あるいは事実無根だって言えますけどね、言えますからね、まだ言えますからね。そうなんですよ、何言われたって自分で反論できてしまいますから、でも自分で反論できない、それで考えなきゃいかんのはね、精神分析なんかもそうなんだけれども、うん、一般人の精神分析しかしてないでしょ、うんうん、皇族の精神分析はまた違いますよ。だって基本的人権がないっていう人たちが、ね、その空間の中でずっと暮らしていたら、基本的にものすごい弱者ですよ。まあ確かに、はいはい、そこに向かってガンガン言うわけでしょ、うんうん、で反論もできなくて黙ってる、うん、であの人たちって基本的には知らす人たちですから、うんうんうん、天皇陛下っていうのは基本的に知らす、はい、知らす人です、はいはいはい、だってもうやっぱり国民の動向を知っていないとやれないことっていっぱいあるから、はいはいはい、結構読んでおられるんですよ。なるほど、あ、情報あるんですよ。なるほどなるほど。だから結局そういうものが取り込んできてしまう、うん、ってことになってしまうから、心を痛めるんですよ ね、 うん、ね、そしてほら女子プロレスラーで木村花とかできていたでしょ、はいはいはい、自殺しちゃいましたよ ね、 そうですね、わしあれはものすごく心配してました。ひょっとしてあんなになったら精神的におかしくなって、あんなことになったらもうこいつは滅ぶぞと思ってました。うん、なるほどね。
やばいぞこれはと思ってましたよ。なるほど。まあ、あの今批判論者の方々は、まあ、あの言われてる、まあ、事実もこうにしろ何しろ、ああいうことがある状態で皇室の権威が傷ついてしまうとか、でまた海外に行くと向こうでも変に書かれたり、拡散されて日本の国のね、あのいわゆる尊厳まで傷つくとかいうことを言うんですが、でもその、そう言われてる事実が無根だったと。全く事実がおかしいですよ。小室圭が結局借金を返さずにアメリカに逃亡したとか、全く嘘なわけですよ。借金のトラブルがあるってこと自体も本当は嘘だし。なるほど。じゃあ裁判やってみろと。絶対そんなの通らないから。で、もう犯罪者に仕立て上げようとしてるんですよ。それこそ小室さんのお母さんもね。ちょっとね、行き過ぎ状態なんですよ。日本国家の中からね、日本の中からそういうデタラメなことを次から次に言い出す人間が出てきて、自分たちで権威を傷つけているんですよ。何も外国がどうのこうのだって話じゃない、自分たちで権威を傷つけていってしまってるわけだからね、そもそもは。だからもう本当にもうかしなことデタラメなことやってるなと思いますよ。つまりね、権威って何なのかってことです。まずその前に、日本っていうのは、権威と権力が分立しているってことすら知らない奴らがいる。そもそも、たったこれだけのこと知らない奴がいる。権威と権力が分立してるんですよ。で、皇室が権威を守ってるんです。で、権力は民間の側の代表が持ってるわけですよ。けどですね、考えてみてください。権威っていうのは、さあ皇室だぞと、さあ天皇だぞって言えば、権威生まれますか？生まれないですよ。だからバッシングするんですよ。みんな、ね、権威生まれてないから。それを例えば、じゃあ自分に権威をつけようとするときにですよ。そういうバッシングは許さないと、ね、で酔ってしまったらこれ権力になっちゃうんですよ。そもそも。そうですね。でそれやってるのがキム・ジョンウンとかね、あるいはプーチンですよ。そうですね。ね、結局権威も権力も両方とも手に入れているわけですから、批判は許されない。なるほど。批判したら暗殺だ。ってなっちゃうわけでしょ。で皇室っていうのは権威しかない。なるほど。けれども、この権威も結局もう事前にあるものじゃないんです、でそしたら努力で作られるかっていったら努力でも作れない、自分が本当に貧困法制な様子だけをしておけば、それで権威ができて権威あるお方だって国民がなってくれるかっていったら、ならない、そうはならないんです、だからでっち上げてでもあの商売のためって言ったら、結局嘘でも何でもやって誹謗中傷するわけですから、だからできない。なんでできるのかですよ、日本の皇室は。なぜ権威ができるのか、国民が敬愛するからですよ。国民が敬愛するからですね。国民なんですよ、日本の皇室の権威を作り上げるのは国民なんです。なるほど。国民がしっかりとそのフィクションを守らないといけないんですよ、そもそもね。なるほど、それはよくあります。だから日本の皇室のことは国民という大海の海に浮かぶ船だって言った人なんです。なるほど。これなかなか言えて妙なんですよ。なるほどね。国民が海で、そこに漂っている船なんですよ。だから船が大波になれば沈没するかもしれない。海が大波になれば沈没するかもしれませんよ。天皇制はね、そういうものなんですよ。だから両者で作らなければならないものなんですよ。なるほど。それで権威がようやく生まれるんです。だから権威を全員で傷つけまくってしまったら、権威崩壊という状態にそれはなりますよ。もちろん。なるほどね。まあ、権威のが確かに権力が使えないわけですからね。そうですよ。だからもう二実無根なものも黙ってこう、黙って耐えるしかない。耐えしかないと。要するに精神を病むまで耐えておくしかない。他にもいっぱいストレスありますよ。ああいう方々はね。なんかその例えば映画見に行く時なんかだって、モーブスよ水仙みたいな、もう美しいものしか見られないでしょ。ね、あのわしみたいにバットマン見に行ったりとか、できない、自分の勝手な。ね、あれはなんかゾンビ映画が好きだとかね。ありえないでしょ。だからもう全部が結局制限された中で暮らしているわけでしょ。自分で友達に会いに行こうと思ってたら会いに行けないわけですよ。ね、で、こんな発信も、いや、動画作ってこれからね、発信しようとかできるわけないんです。何にも言えないという状態、そういう皇族、皇室の中にいる方の元々の
あのストレスの状態がどうなのかっていうことを考えないと、うん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 、精神分析もできやしませんよ。なるほどね。それは一般人と全然違う、うん、なるほど。それで結局、ね、そういう方たちがずっと黙っとって、それで結局そのまま病気になられた方はずっといたわけですね。美智子さんも雅子さんはもうそうだった。そうでしたね。はい、で病気になられた時に発表すると、宮内庁がっていうやり方ですよね、結局はね。で今回もとうとう病気になられたから発表したと、で発表したら国民の言論を封殺するのかとか言ってるやつがいる。言ってますね。全然話が違うって言って、うん、皇族は言論封殺されてんだよ最初から。なるほど、ね、何を言ってるんだって、自分方が公平じゃないですね、かっていうさ、ね、うん、話なんだから、もう基本的にそれはもういじめです。なるほどね。それを結局と、ね、ずっと耐えて民間人になられたから、うん、自分は本当は、うん、その PTSD という症状がありながらも、うん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 、ちゃんと話せる機会を得たんだから、ついに、うん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 、だから本当のことをおっしゃったわけですよ。なるほどなるほど。そしたら全部自分がその本当は主導していたと。うん、どこまでが本当か分かりませんよ、うん、全部自分がやったっていうのは、うん、けれどもすごいなと私は思いました、うん、自分のやっぱり伴侶を守るために全部私がやったことだって言い切る、うん、なるほどね。あの眞子さまのものすごい圧倒的なやっぱ強さがとうとう出てきた、うん、そのまあ、精神的な疾患を患っていながらも、うん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 、自分の意思としては民間人になったからにはやる、うんうん、それで自分の伴侶をかばう、うんうん、すごいなと私は思いましたね。すごい女だなと思いました。こんな言い方俗だけど、けれどもすごい女性だなと、うん、なるほどね、私は思いましたね。ということは皇室の権威にとって敵はマスコミとかメディアとかですね、うん、それに、まあ、動かされた国民、うん、そうですよ、ということそうです、俗情です。俗情国民の俗情。なるほど。なるべくそういうなんかこう卑しいこととか、ね、本当はあの聖域におられる方を引きずり下ろしたいわけですね。うん、それ絶対にあるじゃないですか。この人は本当に正しい人です、素晴らしい人ですというか言われたら、そんなのいるかよと。うん、俺も卑しいから、あの人たちも卑しいはずだって なっちゃう。引きずり下ろしたいわけだから、だから俗情ですよ。そこでですね、うん、まあ、この問題もきっかけになってまた、うん、皇位継承論の話になってますが、うん、まあ、私もさっき言ったように、もうとにかく国体とは男系なんだと、うん、男系の維持なんだ、まあ、女性天皇はですね、うん、これはまあ、皇室典範を書いて愛子さまになってもいいとしても、うん、でもやっぱりそれは男系のつなぎなんだと、うん、いうにみんな言ってますよね。これはあれなんですね、うん、しかし皇室のいわゆる存続の問題っていう現実の問題もある中で、まあ、小林さんは、まあ、女系天皇容認論をおっしゃってますけども、これ どういうふうにこれをですね、うんうん、考えたらいいのかなんですけどね。まずですね、はいはい、一番最初のうちは、はい、万歳一系、男系でつながってきたと、はい、っていう話を聞いた時にね、そりゃすごいなと、うん、それはもったいない、あ、すごいことですよね、これ。それは続けてくださいと、はいはいはい、思いましたよ。それはなんか そんなのがあるのかと、男系だけでつながるのか、それはすごいわと、まあ、世界でもこんないですからね、うん、っていうふうに私は思いました、はい、最初は思ってました、はいはいはい、ところが要するに、うん、リアリティを考えた時に、うん、結局悠仁さま一人しかいないんですよ、うん、そうですね、うん、で今のままでいくと、女性皇族がどんどん結婚していく。そうですね。で、悠仁さま一人しかもう残らない。そうですね。じゃあどうなるのと、うん。これはもう圧倒的にもうやばいというか、もう確実に潰れるじゃないかと。うん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 、神風が吹かない限り、うんうん。神風なんか期待してしまったら戦争負けてしまいましたからね。はいはい。神風なんか期待しちゃダメですよ。悠仁さまに男の のお子様が生まれなかったら、うん、男系はそこで途絶えてしまうと。そこで途絶えるってことですよ。そして今みたいに、結局皇族に関わる、相手をバッシングばっかりやってたら怖いでしょ。雅子さまだって逃げて逃げて逃げ回ってたんですよ。あ、はいはいはい、ね、結婚の話が上がった時に、うんうん、でとうとう最後に観念したわけですよ。うん、これは、ね、結局外交の仕事は皇室でもできますと、うん、そうでしたね、っていうふうに
言われてね、うん、それで説得されたんですよ、うんうん、ところが結局子供を産まなきゃ、男の子を産まなきゃダメだと、うんうん、愛子さん産んでもダメだと、うんうん、男の子を産まなきゃダメだと、外交なんかやってる暇あるかと、うんうん、って言われてしまったから、うん、結局、ね、病になってしまったわけですからね、うんうん、だからまあその例えば悠仁さま一人残った時には、女性がここに嫁いで、絶対に男を産まないと、そういうことになりますね。日本の歴史がそこで、高等の歴史が終わる。うん、妾の昔みたいに妾がよっていうわけにいかないですからね。いかないでしょ。だから私そこもあったんです。つまり、男系が伝統っていう時に、それは側室とセットだったんですよ。そういうことなんですね。つまり側室も伝統だったんです、うん、なるほど、はいはいはい、そもそもが、はいはいはい、この側室が欠けてしまった、うん、側室から生まれた方ばかりですからね、天皇っていう日本の歴史の中で、うん、なるほど、側室が欠けてしまったら、はいはい、もう完全に、はい、もう片方の翼しかない状態になっちゃいますから、あ、なるほど、それで飛んだら空転していって落ちてしまいますからね。側室という制度がなくなった途端に男系がリアリティを失ったという、うん、失ったってことですよ。なるほど、ね、つまり、うん、もう大正天皇の時から、はい、だいたいその側室に子供を産ませるってことをやんないっていう状態になっちゃってたわけで、昭和天皇がもう側室そのものをやめた、うん、ってなった時点でもう終わりですよ。男系と伝統が終わっちゃったんで、その時点で。そこで今出てるのがですね、うん、あの男系の、まあ、皇籍復帰宮家、うんうん、という議論が、うん、あのまあ、懇談会の場でも両論併記で出始めましたけど、うん、それはどういうふうに、だからね、私はそうこう思うんですよ、男系派の人たちは、男系の旧宮家系、はい、男系男子っていうのを皇族にするように働きかければいいじゃないですか、うんうん、じゃあうんうん、つまり皇室典範を改正しないとダメですよ。そうですね、そうですね、改正しないでばっかり言ってたって話にならない、はい、そうですね、そしたらですよ、はい、法を改正するためにはですよ、うんうん、当事者がいるのかっていう話になっちゃいますよ。はいはいはい、いない人のために法律変えられます？まあ、あの当事者はいないというあれですね。いないとしたら変えられますかって言ってるの。いないとしたら変えられますかって言ってるんですね。法律が変えられないでしょ、いない人のために一生懸命変えたら、まあね、いなかったとかなったら大変なことになっちゃいますからね、全く意味のないことになっちゃうでしょ。だからどんな方がおられますかっていうのを、はい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 、ま、紹介していただきたい国民に、まずそこがっていうことを、わしはずっと10年以上前から言い続けてる。なるほど、そうじゃないとこれいるいる詐欺になっちゃいますよと。なるほど、うん、いる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 って言うけど、どこにいるんですか、見たことないですって話です。あ、見たことないのでそんな話をできますかって言ってるんですよ私は。あ、ネッシーは見たことないからいませんよと。あ、でもいるいるって言う人いるでしょ。言ってますね、ね、雪男もそうですよ、ビッグフットも。あ、いる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 って言うけどね。でも私はいないと思ってます、見せてくださいって言う感じで絶対見せられないでしょ。あ、同じじゃないですか、そしたら。あ、まず見せろということですね。そうですよ、それいないと法律変えられないもん、まずあの4方必要なんですからね、うんうん、旧宮家系の男系男子が4人いないと続かないですよ、うんうん、1人じゃ何の意味もない、うんうん、なるほど、あ、確率的にね、うんうんうん、で4人じゃあ4人持ってこれます、うんうんうん、なんかもうパッと考えただけでもそのことありえないって、うんうん、思いますよ私は、うんうんうん、今までの自分の国民としてのね、うん、身分職業家族関係、うんうん、全てを切ってね、うん、入る人いますかと、うんうん、ででじゃあそれがいないってことはだんだんみんな分かってきたらしいんですね。そうすると、うんうん、桜井よし子なんかは、はい、あのもう消滅した宮家のところに、はいはい、ご家族ごと入ってもらうって言ってるんですよ、はいはいはい、あんりゃーっていう私は感覚ですよ、うん、全く知らない家族がどぞっと、うん、皇族になってしまう、そんなことってありえる、うん、っていうふうに、まあ、わしは思うんですよね。あ、はい、あ、リアリティがそれないわって思っちゃうんですよ。あ、まあどの人も一人たった一人で生きてるわけじゃない、ね、そうです、関係性があるわけです、社会の中でね、男系といってもですね。それでだからその一番最初にその家族丸ごとごそっとっていう話は、その前にまずどこかのその、うん、宮家からの、 あの旧宮家系男系男子からの子供を持ってきて養子にするっていう案だったんですよ最初は。はいはいはい、はい、うん、ところが、はい、これにももう養子に出す自分の子供を、はい、はい、どうぞ、
はい、養子になってくださいと、はいはい、してくださいと、はい、って言って、あの差し出す母親とか父親がいますかっていうことですよね。あで、まず基本的にはこれはもうあの憲法違反になっちゃいますけどね、あの門地で差別しちゃいけないという問題ですかね、うん、ああそれだけの話じゃなくて、大体その人の子供、人の子供、そっちの話ですか。ああそう、基本的人権がもうあるよ、子供の時から。子供は基本的人権がないわけじゃないよ、あ、まあ、本人の意思がね、うん、本人の意思と家族の意思が両方あって、じゃあお前皇室に行ってきなさいと、分かりました、任せてくださいと、皇室に行きますっていう家族がないといけない、うん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 、当事者がそれはいるのと、ね、こうせあの権力の側がお前はもう、うんうん、お前の子供はもう皇室にあの、うん、さらうからなと、うんうん、人さらいになっちゃうこれ憲法違反ですよ。だからそれそういう家族いますかと、もう一つですよ、今度は皇族の中にね、うん、それをうちで養子で引き受けますという皇族いるんですか、うん、これがまだいないんだ。これいないですよ。で両方からいないから、うん、いないじゃないのって話なんですよ。あ、なるほど、ね、そしたらやっぱりさすがに養子っていう案は、うん、成立しないなと思ったのか、うん、いや桜吉子とかが家族ごと入れればいいって言い始めたんですよ、うん、なるほど、いやもっと成立しないぞこれなあ、はあはあ、っていうね、はあはあ、だってそんなの家族ごといくら宮家系だけなんじゃの親だって言ったって、我々家族が今明日から皇族になりますとかって言って入っていったらもうそれやばいんじゃないかその人たちっていう感じになっちゃいますよね。ああなるほどね。だからそのリアリティを見ると、うん、ありえないことを言ってるという、だからありえないことばっかりにこう延々と言い続けてても、それもう滅んじゃうよと。ああその前にどんどんね、うん、もう滅んでしまうよっていうことを私は危惧するわけですよ。だから、うん、それをやりたいと言ったら早く始めてくださいと、うんうんうん、早く国民に紹介して、うんうん、早く皇室典範変えてくださいとって言ってるんです。なるほど、わしは、なるほど、それはよくあります。できるならば本当にやってみればいいし、それでこうやろうとしたら本当にできちゃったってこともあるかもしれないじゃん。それでも仕方がないですよ、うんうん、それを国民がみんな認めたらね、うんうん、ああ高貴なお方がやってきましたねと、うんうん、いうことになるんだったらそれは仕方ないですよ。だからやってくださいよって言ってるわけですよ、うんうん、なるほどね。だから実際にその男系の方がいて、その方が、うん、まあ、あの養子に入ると自分で意思表示をして喜んで入ってくれると、で引き受ける皇室の側もいる、皇族もいるということですよね。受け入れる側もどっちもいますからね、まあ、それならば憲法違反でもない。そう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 、ね、そうそれだったらやれますよと、転判さえ変えれば、転判さえ変えればですね、やれますよっていうことなんですよ。なぜやらないんですかっていうことなんですね。なるほどなるほど、そもそもがなるほどなるほど、リアリティを言ってるんですよ私。なるほどなるほど、なぜならわしはあの、千代に八千代にと思ってるから、永久に続かなきゃダメだと思ってるから、皇室が、皇室のものはそうですね。そう、だからリアリティで言ってるんですよ。なるほど、うん、はい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 、そうは増田さんってこれ官僚だから分かるでしょ。リアリティの部分は分かるでしょ。それそうです、まずリアリティがないとね。そうなんかこう、いるいる詐欺みたいにね、うんうんうん、いるかいないか分からないもののためにね、うん、なんかこう物を言っていくとかっていうふうに言ったって日本の国家危ういことになるでしょ、うんうん、そりゃなるほど。あの女系天皇容認論をおっしゃってる、まあ、例えばこの高森さんとか、うん、そういう方々はどんなこと言ってるんですか、うん、高森さんは、最もその女系容認論って、本当にこれ尊敬なんだけど、うん、男でも女でもいいという話なんですけれども、の一部論客としては最高峰、はい、うん、で高森氏のこういう著作っていうのはね、はいはい、単なる自説じゃないんですよ、うん、これは要するに学問として認められる説なんですよ、うん、そもそもが、うん、学問として、はい、ああだから、そういう歴史学の人たちは高森の本をちゃんと認めてますよ。だってこれ資料検証ちゃんとしてるもん、うん、資料をちゃんと出しながら語っているから、うん、これわしは新しい歴史教科書を作る会で、はいはい、まあ
まあ、幹部みたいな形で働きましたけれども、はい、教科書も執筆しましたよ。あ、はいはいはい、で教科書も執筆するときに学びました、はいはいはい、これは伊藤先生っていう、うんうんうん、東大の名誉教授から、はいはい、勝手に変えてきてもダメなんですよ、うんうんうん、この資料はどこだと、うんうんうん、この行の資料は何だと、うんうんうん、全部言われるんですね、うんうんうん、でその時資料は一次資料二次資料三次資料ってあるんですよ、はいはいはい、この一次資料をなるべく満たさなければ意味がそうですねっていうことなんですね、うんうん、だからもうすごくその時勉強になってますし教科書執筆したことは、うんうん、ああなるほど、あなるほどこうやるのかと、うん、資料検証というのを徹底的にやるんだなと、うん、だから実質は意味がないんだと、うんうん、っていうのがまあその時分かった。あ確かに。で高森もちゃんとした人ですから、はいはい、歴史記述がちゃんとした資料に基づいていますから、はい、歴史学の人でも評価できるという本に、うんうんうんなっています。なるほど。その歴史的な あの一次資料に遡って検証してみれば、うんうん、別に断型 でずっと始まったわけではないということは、そうそうないということなんですよ。そもそもが古代においては、女性と男性とも大体総計 で、はいはい、で女性も財産もらってましたしね、はいはいはい、だから、それが大和心だったんですよ、だから古墳とかを見たらね、うん、あの女性の 王がえー、あの女王がすごく、あの多いんですね。4割方ですよ、うんうん、古墳の4割方は、うん、あの女性の、うん、王様ですよ、うんうんうん、だからそう古代だから古代からずっとそうだったんですよ、うん、でいつからその男系とかっていう概念が入ってきたかって言ったら、大体6世紀7世紀ぐらいですよ、うんうん、でそのあたりで結局律令制が入ってきたんですよ、はい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 、シナからね、はいはい、でシナ律令制は基本的に男系ですから、あだからシナ男系主義なんですよ、あはははこれシナの文化なんですよ、あそれがまず律令として入ってきて、あその中で結局観光総裁のルールからなんか全部入ってきちゃってるんですよ、あその時にシナ男系主義というのが、シナからこれ入ってきた理論です。空心ですよ、つまり大和心じゃない、うん、だって昔はそうじゃないですか。天皇 のあれだって貴族だってみんな女言葉でしたよ、うん、それはもう明治になる前まで女言葉だったんですから、うん、貴族とかもね、うんうんうん、だから明治天皇も最初は女言葉ですよ。だから日本っていうのはじゃあ女系社会だったということなんですか。そうです、基本はそれですよ。基本はそれですよ。だから、うんそんなの源氏物語なんか読めば分かりますよ。そうですね、確かに源氏物語ですよ。そうですね、そうそう、もう女の人のところに通うんですよ。です、ね、通い込んですよ。通い込んでしたね。だから女が停留にずっとあるっていう社会が基本的な日本の社会、それが大和心ですよ。で結局7世紀あたりから律令とともに支那男系主義が入ってきて、そこからどんどん男系になっていくという状態ですよ。あ、中国は男系だからということですね。そう、中国ですよ、支那です。あれですかね、うん、一部の人はですね、うん、まあ、保守系の方がおっしゃるには、うんうん、男の人を外から入れると、うん、これやっぱり男の人は危険だと、うん、女性を守るために、女性を尊重するために断言したんだっていうね、おっしゃる方もいるんですけどね。そんなのなんか最近の最近の感覚じゃないですか。大体そういうのも本当にその怪しいところでね、大体今回の眞子さまの、あの様子見たら、うん、わしはこれはすごいと思ったのはね、うん、男は働いて金稼いでくればいい、その準備をしてくれっていう話ですニューヨークで、ね、でそのどうしろああしろっていうのを全部眞子さまがコントロールしてるわけですよ。まあ、これが日本だなと思いましたよ。いや、これはね、多くの人が実感することじゃないですか。そうそう、これはまる本当にね、例えばああいう、なんていうの、ウーマンリブじゃなくて古いか最近はなんで、まあ、ジェンダーフリーとか、ね、ジェンダーフリーだのなんかこう、女のあれが言ってるじゃないですか、うん、権利を主張するのは、うんうん、けどね、わしどっちがすごいんだろうと思いますよ。ちょっとね、そうですね、まあ、どうね、結局なんか一見なんかね、男が働いても女がね家にいるとかって言ったら、うんうんうん、なんかこう新しくないみたいな感覚はあるかもしれんけど、うんうんうん、いやそうじゃなくて結局懐を女が握ってたり、うんうんうん、女の言うことを一生懸命聞いて外で働いてるだけなんじゃないのとかね、うんうんうん、そういう感覚もそれあるよ日本の中にはとかね、うんうんうん、でおそらくまあニューヨークに行かれたら眞子さまも共働きで働いたりされるでしょうけれども、
やっぱその、うん、あんなに真面目に女の言うこと聞きます普通まあ確かに、まあ、私と結婚したいなら3年間もニューヨークで修行してこいと、そうですよね、しかもなんか一流のね、結局その、うん、そういう弁護士事務所にちゃんと就職してこいって言ったら、うん、その通りにやる男もすごいわわし、だろうね、要は3年間も我慢してやったなと、うん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 、しかも実現したなと、うん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 、すごい頭の良さだなとわしは思いましたよ。確かに、ああ普通わしなんか絶対諦めるうわもうそんなことをわしに宿題として課すならもう嫌だとそんな女だったらもうわしはいいわと思っちゃうよ、ね、あのそれでですね、あの、うん、まあ保守系の方が多くの方が共通に持ってる思いは現実がどうだったか歴史的事実がどうだったかというよりも、うんうん、日本人がそうずっと信じてきたと、うん、連綿とですね、うん、団結で つながってきたと、うん、そのこと自体が大事なんだという人が多いんですけども、うん、これそんなことずっと信じられるわけないじゃないですか、団結とか女系とかそんなこと、そんな昔、どうやってそんなこと分かるのっていう感じですよね。だから結局は、あの女性の母親から女性のその、要するに元明現象天皇とかは母親から譲ったことになる、なってるし、うんうん、それでもいや男の方を辿ったらとか後付けでなんか言うんだけれども、うん、いやそんなのの後付けでしょとしか思わない。で基本的に律令のその軽視料の中に、うん、もうすでにあの女性女帝の子もまた同じように、うん、内親王として扱うっていうような、うん、法律をもう取り入れている。しかもそこのところの部分は全く日本だけで取り入れた制度で、シナにはなかったから。シナと同じ律令を真似して持ってきているのに、わざわざそこをカッコくくりみたいな形で、あの、中でつけちゃってるんですよね。女帝の子もまた同じっていうのを、日本では。わざわざそれをやるかと。なるほどね。あとは全部シナの文面と同じっていう状態になっちゃってるから。なるほど。だからやっぱりそれは日本の実情に合わせて、ちゃんとやってるんですよ。だから、あの、別にそれはもう、日本の実情というものをきっちり合わせながら、やっぱりそのシナの、ね、あの文化を取り入れると、当時はシナの文化がとにかく先進国だったから、ああ、ね、今の日本人がアメリカの真似ばっかりしようとしてるみたいなもんですよ、でもやっぱり日本は日本だって部分が、そうです、どうやったってね、どうやったって日本は日本だっていう部分のところを外してしまったら成り立ちませんよと、うん、そういうふうになるんですね、うん、さらに言えばですね、神話ってありますよね、イザナギの、はいはいはい、ここは男の神様だったと、うん、そこがそしてアマテラス大神、デッサノーというふうに男神が続いて、その子孫としてジムっていうのがいるんだ、でそこの神話って大事だっていう人もいるんですけどね、いやわしも神話は大事だと思いますよ、世界と日本の違うところは、神よから続いちゃってることですよ、はい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 、辿っていったら神に行くと、そうですね、はい、それはすごいなと、はいはい、っていうふうに私も思います、うんうん、でもそれはあの別に高祖神はアマテラスの大神だから、うん、女が高祖神なんだっていうふうに言えば済むことですから、まあ、それはちょっと水かけ論的になっちゃうんですけど、そうなんですよ、そこだからすぐ、いやそうじゃないと、っていうか言い始めるから、まあ、そこは神学論争になるからやったって意味ないじゃないかっていうことになるんですよ、なるほど、いや私はそういうふうに思わんからと、ってなっちゃいますからね、そしたらそこは水かけ論になる、神学論になる、じゃあリアリティでやっぱやっぱり行くべきなんじゃないのと、リアリティをまず確証しておいて、うんうんうん、それでそれにそのリアリティを崩さない、あの歴史観や神話っていうものを解釈していけばいいだけなんじゃないのと、そっちが本当なんじゃないの、逆にから言って、それであの高校どこだったからって言って、さあ現実に突き当たりました、そしたら消滅しましたって言ったんじゃ、もうこれ話にならんよっていうようなことでね、なるほどね、消滅させたくないっていうのがわしで、なんかわしは本当になんか不思議ですよ、これ極左が混じってないかと思うんですよ実証保守派の中に極左ってさ、あのやっぱり中核とかあんなふうなのさ、アジト見たらさ、こうネットのあれがバーってやってるじゃんすごい急で、それはね、直接なんか爆弾投げたりとかっていうやつは全部逮捕して取り締まられることになっちゃったから、やれなくなっちゃってますよね、武装闘争が、だから情報闘争になっちゃってますからね、やつら、そしたらもうネットの中のどれが
お味だから眞子さまとかなんかこういろいろバッシングしてるやつの中にも極左張り込んでると思ってるんですよ。まあメディアについてはそうだなって感じがしますね。だからもともと左翼だからじゃないかっていうのもいるわけじゃないですか。だから本当にあの消滅させたいとそんなに思うのかないと思うんですよ。消滅させたくなかったらやりゃいいじゃないすぐさま、なるほど。だから結局あれですね、これあのまあ、だいぶ論点がこう 見えてきたので皆さんの思考の材料出てきたと思うんですね、あとどう考えるかは、本当に男系でやりたいというのは一つの価値観として貫くんであれば、さっきおっしゃったようにそうもうあのちゃんと皇籍に入る男、男系の男子を見つけて受け入れるのを作ると、それをもうすぐ公式典範の改正をやってやってください、すぐやらないと悠仁さん一人になっちゃうから、なっちゃうと、もう愛子さんはもう二十歳になられちゃったから、そうですね、もうダメ、だから、愛子さんは男系ですよ、ね、だからその、男系天皇になるわけだから愛子さんも、それは別に、でそしたらね、例えば男系派の方だったらこう考えればいいじゃない、愛子様を、あの皇太子に一応しておいて、ですぐ伴侶を探す、それをいわゆる男系男子の中から選べばいいじゃない、それはあれですね、その点もあるでしょう、ありますよね、ただ本人の、これ了解がいるよ、もちろん、もちろん愛子様が、その、男性が、好きになると、一緒になってもいいっていうことさえあればね、それはそうですね、もうそれでいいじゃん、そしたらそれもありますね、あるじゃないの、そしたらもうまず愛子さんも皇太子にすればいいじゃない、という話になりますね、これも皇室典範を変えなきゃいけないですけど、皇室典範をとにかく直ちに変えると、そういうやり方しなさいと、何も私は、なんかの原理主義にはまってるわけでもなんでもない、なるほど、よくわかりました、わしはリアリティを言っているだけだから、なるほど、リアリティを考えて日本の国柄をどう守るかと、そうそういうことですよね、そうです、なるほど、はいはいはい、大変よくわかりました、これは皆さん一人一人がですねこの議論聞いて判断していただき、とにかくあの国家の重要問題はいろんな議論出し合ってですね、それで考えていかない、深く考えて、それで決めていかなきゃいけない問題だと思いますので、今日は小林さんに、いろんなあの材料を出していただいて大変感謝します、はい、どうもありがとうございました、はい、どうも、